はい、どうも。今回は最速でプランシェを成功させるためのトレーニング方法第3弾フルプランシェ編です。前々回の動画でタックプランシェ編、そしてストラドルプランシェ編を出しています。その2つをクリアしてもう安定してストラドルプランシェができるようになったという人は、今から紹介するトレーニングを行ってフルプランシェをマスターしてください。フルプランシェはすごく難易度が高いですが、諦めずに続ければ必ずできるようになります。では早速やっていきましょう。以上でフルプランシェのトレーニングは終了です。プランシェが完成していく流れは、まずストラドルプランシェ、そしてストラドルプランシェよりさらに足を半分閉じたプランシェ、そして足を完全に閉じたフルプランシェといった感じで試していくといいと思います。今回紹介したトレーニング、できなくても大丈夫です、はじめはできないと思います、これらの動きをできるようになるのを目標にしてやっていき、安定してできるようになるとフルプランシェもいつの間にか止まるようになってきます。プランシェはすごく時間がかかるものです。しかしできた時の達成感はすごく気持ちいいです。ぜひフルプランシェを目指して頑張ってください。ではこれで最速でプランシェができるようになるトレーニング方法フルプランシェ編を終わろうと思います。今日も動画をご視聴ありがとうございます。ではまた。